これは、滑らない話、初の生配信で、千原ジュニア、宮川太夫、小籔太豊が MC を務めたほか、剣道小林、麒麟川島、かまいたち三内、霜降り明星せいや、ラランドサーヤが出演。本編が始まる15分前からは、生中継、せいやの楽屋と題した配信が実施され、せいやと挨拶に訪れた、滑らない話、初登場のサーヤが楽屋で仲睦まじく2ショットトークを繰り広げた。本編のオープニングを迎えると、ジュニアはいつも松本人志がいるセンターの位置に座ってタイトルコールをするのだが、普段、滑らない話で自身がいる位置と異なることに違和感を隠さない。隣の小籔に、代わってと願い出たことで本番中の席替えという異例の展開が生まれ、ジュニアはいつものようにセンターの隣の席から進行を行った。ジュニアが振ったサイコロで一人目となったのは三内。早っ。即、大阪でエッチなお店に行った話で上々のスタートを切る。そこから語られるのは、サーヤによる相方西田の話、川島の全身脱毛の話、せいやの自転車での夜道の話など。ケンコバは仲がいいハリウッドザコシショウとの若い頃を振り返り、下ネタではあるが微笑ましいエピソードを展開した。配信開始から1時間が経過した後、後半戦の一人目となったのも三内で、結果的には三内とサーヤが比較的多くの滑らない話を繰り出すことに。芸人たちのほか、招待プレイヤーとして村西徹、YouTube でも活躍するクリエイターのカルマ、ナジャグランディーバがサイコロのが出た際に一人ずつ登場し、各自の特色が出た話を披露。最後のサイコロでが出ると、ここまで唯一喋っていなかったジュニアが見事に鳥を飾った。本編の配信は予定時間を大幅に超えた2時間30分。エンディングで発表された MVS と視聴者投票による MSS モスト、視聴者が選ぶ滑らないは、せいやの自転車での夜道がダブル受賞を果たし、せいやは、やったー、もう一回、話の舞台となった大阪の、伏せに行って話を作りたいと思います。と喜びを述べた。本番終了後には、ジュニア、太夫、小籔による短めのアフタートークも。チケットは9月12日、日曜日、19時まで販売中で、見逃し、配信は同日23時59分までとなっている。